BS 朝日にて1月1日月曜日2日火曜日3日水曜日の3日間にわたって人生歌があるお正月5時間スペシャル2024が放送される。第一夜となる1月1日月曜日は2024年新春舞台はじめとして総勢およそ40組の豪華出演者たちの約60曲に及ぶ楽曲をたっぷりと堪能できる新年最初の夜にふさわしい5時間スペシャルで、司会の伍代夏子&藤あや子&坂本冬美に加え、スペシャル司会として野口五郎も番組の進行をお手伝い。歌手が一堂に会し、日本歌謡史に燦然と輝く名曲を一挙に披露する名曲祭りとなる。今年は新年の一曲、風船で、デュエット、じゃんけん勝負など盛りだくさんの内容でお届けする。番組内容、オープニング、1月1日、唱歌伍代夏子&藤あや子&坂本冬美&出演者全員。獅子舞パフォーマンス、辰巳ゆうと&真田直樹&青山新&伊達裕太&彩り青。新年の一曲、2024年の新春歌い始めは今年の干支である新日なんで、天高く昇る龍のように昇り調子が続くことを願って、元気よく新年の一曲と題して、出演者全員がそれぞれの代表曲や歌いたい曲をお年玉として視聴者の皆様にお届けする。新春プレゼント風船でデュエット。新春プレゼント第1弾は、風船を割って当たったペアに風船の中に書いてある楽曲をデュエットしてもらう。風船を割る一瞬、あの有名歌手がどんな表情をするのか、果たしてどんな曲を誰と歌うことになるのか、思いがけないペアがあの超メジャーなデュエット曲を歌うことに。新春プレゼント海外からスペシャルゲスト、今夜は海外からもスペシャルゲストを招いて、抜群の歌唱力で人気を集め、昨年からは日本でも活動を開始した韓国の4人グループ K4。 さらに1990年代に全米チャート1位を獲得し、世界的に大ブレイクしたアメリカのハードロックバンドミスタービッグのボーカリスト、エリック・マーティンが特別出演する。新春プレゼントじゃんけん勝負、元日恒例の大人気企画のじゃんけん勝負を今年もお届け。出演者ゼミンと司会者3人がそれぞれじゃんけんをして、最後まで勝ち残ると2024年の幕開けにふさわしい昭和の名曲を歌えるというゲーム。喝采をどうぞ、田原俊彦スペシャル。デビュー45周年、田原俊彦スペシャルメドレー。思い出の歌、心に響く歌、いつも口ずさむ歌、人生にはそれぞれが胸に刻んだ歌がある。豪華歌手が歌い継いでいく音楽番組、司会を務めるのは五木ひろし。さらに伍代夏子、藤あや子、坂本冬美が週替わりで司会をお手伝い。毎週超豪華な出演者とともに様々なコーナーをお届けする。人生歌がある放送、 BS 朝日日時1月1日土曜日18時23時司会、伍代夏子&藤あや子&坂本冬美スペシャル司会、野口五郎出演、青山新、秋元純子、石原純子、市川由紀乃、岩本光水、梅谷心和、エリック・マーティン、大石まどか、大川栄作、大塚宝、大月都、門松美幸、久美子、K4、香西香織、伍代夏子、坂本冬美、真田直樹、神野美佳、千正男、田川澄、滝川舞子、竹島宏、辰巳ゆうと、伊達裕太、田原俊彦、チェウミ、中村美津子、新沼健二、宋祐介、早見優、藤あや子、ベイビーブー、細川隆、松坂優輝、
森口博子、森好み、森進一、森山愛子、山川ゆきか、吉育三、吉村正道、彩り青、渡辺真知子、五十音順関連リンク BS 朝日、人生歌があり、オフィシャルサイト。